ラッシュが期待される競技の一つだ、パリ五輪開会式の最大の見せ場でもあった聖火リレーの最終走者を男子100キロ超級で3度目の制覇を狙うテディ・リネール選手、フランスが務めたことでもその人気、期待ぶりは明らかだ、パリ五輪の柔道は現地時間で8月3日まで連日行われる、選手、観客を巻き込んだ日本、フランス間の切磋琢磨にも目が離せない、パリ黒川真嗣岩壁春